皆さんこんにちは、キリアです。ハイライズシティ続きをプレイしていきたいと思います。さあ、こちらが前回作りましたこの港、こちら名前を変えることができまして、ポートキリアにしてみましたこちらが最初小型ポートなんたらかんたらという名前だったんですが、ポートキリアと名付けました。なんかアパートの名前みたいなそんな風にも見えるけど、これでこちらでこの交易ができるようになったんですけど、これお金を稼ぐために高く売れるのがここら辺の家具とか布、レンガ、この辺の加工したものなんですよね。なのでまずはこちら家具工場を作ってみましょうか。この家具工場は木材9個で家具3個作れるそうなので、こちらをこの森の近くでの方がいいのかな、ここのキャリアの隣に作ってみましょうか。ここに作る。そしてさらにこちら、この木綿畑を作ってみましょう。これ木綿畑はこれまたあれかな、道路を伸ばしていくやつか。そしたらまあこの辺からどのくらいの大きさがいいんだろうな。とりあえずこんな感じで建材が足りない。ちょっと待って待って待って建材が足りない。これは道具と木材が足りないのか。そしたらここで木材はこの小型貯木場で作ってくれるんですが、道具をどこで作ってたかわかんないですよね。道具いつの間にこれができてたんだ。そしたらこちら港から買っていきましょう。これがめちゃくちゃ高いんですよね、道具。とりあえず14足りなかったのか。20個ぐらい買っておくか。これが6月30日、1週間後に来るのか。あとはここら辺のレンガとかも少し売っておくか。さあ、これで、あ、向こうにあれがいましたね。船がいる。この船が港に寄ってくるということはないっぽいですけど、ここでよし、増えましたね。これで交易が行われて道具が増えていった。そしたらここで木綿畑を建材、あれこの木材が足りない。あれ、まあこっちの木材の方はさっきここで家具工場を作ったから、ここでだいぶ消費されてるのかな。あ、なんかものすごい勢いでこの木材が到着してきてますね。そして家具が、だんだんたくさんできている。これちょっと待てよ。あ、作業員を減らすことで生産性や建物の維持費を下げることができる。ちょっとこれ一旦下げるか。一旦下げて、この木材ちょっと貯めていきたい。木材貯めていきたい。ちょっとこれかなり溜まりが遅いので、こちら貯木場をあと2つ作りました。そしてこの家具工場、あ、なんか寝てるマークがついてる、こちらの家具工場をゼロにしました。人員ゼロ。これで休止中になってるの。あ、これでかなり溜まりましたね。よし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 。これで木材がだいぶ溜まったので、ここに、木綿畑を、55? あれ ?55? これならいけるか。こう、なんかちょっと小さくなったけど。ここに木綿畑を作る。こちらが木綿畑。さあ、こんな感じで出来上がっていきます。よし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 。これで、今度はここに織布工場、これでこれを作っていきましょう。ここに織布工場を作る。ちょっと木綿畑が他のところに比べて小さくなっちゃったけど、まあこれでいいでしょう。そしたらさっきのこちらの、家具工場も人員増やしていって、そして果実が不足している、野菜が不足している。ちょっと待って。そしてここもなんかびっくりマークがついている。これは資材が足りない。まあこれはしょうがないですね。ここでまず、木綿畑で木綿を取っていってからですもんね。さあ、ここで、あ、家具工場の方に今、あ、ここ今トラックが飛んでいったか。家具工場の方に今向かっていった。これでオフィスが足りない。オフィスが足りないか。そしてたら、ここ、道路どうするかな?ここ、こんな、あー、ちょっと待って、今長すぎたか。こんな感じで、こっちと繋げるか。待って、すごい変な、中途半端な、まあいいや。ちょっと待って。ここだけ撤去して、よし。こんな感じにして、なんかすごい変な感じになってたけど、待って、そこ、必要ないよね。あ、今、作る必要なかったか、そこ。すごい勘違い。オフィスはこっち側だ。オフィスこっち側だから関係ない。あっと、そして資材が足りない。これで木材貯めていって、またこちらにオフィスを作っていく。資材が足りない。
資材が足りてないけど、とりあえず濡れた分のところはどんどんオフィス立っていってますね。よし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 。そういえばこのオフィス2というのが新しくできるようになったんですよね。オフィスコンプレックス2。今資材がないけど。さあこれで、木綿が運ばれたトラック、木綿が乗せられたトラックがこちらにやってきましたね。よし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 。そしてあ来ましたね、木綿足りない、資材が足りないマークが消えて、そして、ここで T シャツが作られていく。よし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 。そしてこの T シャツも、こちらで運ばれていっています。さあただこのキャリアもいっぱいになってきたか。ちょっと待って、これで今 T シャツがどのくらいあるかとかは分かるのか。あこれか、T シャツが今7トンある。あーこんな感じか。そしたらここで T シャツ、これ今何個持ってるかはこの画面ではわからないのか。 T シャツ7、そしてレンガが39。レンガはでも使うんだよな。ただそんなに使うわけでもないか。レンガをそしたら20くらい、そして家具が今35もあるんだ。おお。そしてそしたら家具35売ってみましょうか。これが12月17日。もうちょいですね。もうすぐこちらがやってくる。ここ、この港に船が寄ってくれたら楽しいんですけどね。これで交易が、もうすぐ行われます。待て待て待て、ちょっと待っ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 て、しまった。今大丈夫か？まだ大丈夫か？これ。まだ余裕あるか？買うのを捨てた。道具が全然足りないんで、道具、お金が今26万ドルか。うん、30個ぐらい買うか。30個ぐらい買って、これで、よしよしよし、あ、でもこれ、今入力した分が全部今もらえるわけじゃないのか。そうか、これ継続的にやってるから、そんなに一気にやる必要ないか。10個ずつぐらいにするか。あとはこれ、木綿畑がちょっと狭いか。いつもこの食腐工場が資源不足になっているから、そしたらこっからこう伸ばすか。ん？ここを通ることをつなげることはできない。あれ？あ、これ間にこれがあるとダメなんだ。他の建物があると多分。待てよ。そしたらこれをここにすぐそばに道路を作っちゃって、これを食腐工場を道路で囲って、その上で木綿畑をこうすればいいのか。ちょっとこれでいいのか。これでここに作る。よし、これで食腐工場の周りに道路を作って、その周りを木綿畑にしていく。かなり独特な感じになったけど、まあこれでよし、木綿畑ができていきますね。これでだいぶいいんじゃないか。 T シャツも作れて、そしてレンガと家具も売っていって、おわっと、なんだこれ。香辛料が2450で売れる。へぇ、香辛料か。香辛料ってどこで作るんだ。この食品のところにはないっすよね。漁港、野菜畑、果樹園しかない。これはまだロックされてるのか。多分。あ、これか。銀行と高等ハウス。この辺も作っていきたい。ちょっと作りたいものがたくさんある。高等ハウスを作ると、この町の法律を作ることができるんですよね。これで、あっと、鮮魚が不足している。これもっとバンバン作るべきなのか？漁港、そしたら、ここに作るか。あとは、野菜と果実が不足していると言われるから。ここって、この、ここに道路は作れないか。これ、ちょっとエリア広げてみるか。これかな？土地の購入。これで、あ、広っ！こんなになってるんだ。うっと。ここでは、さらに都市部を購入することができます。よし。そしたら、今度左側に、土地を伸ばしてみましょう。価格が10万ドルか。高いな。今、29万ドル持っているところですが、まあ、買ってみるか。10万ドルで買って、うおこれで、こちらの広大な土地の方に、畑を伸ばしていきましょう。ここを野菜畑にする。そして今度果樹園を、よし、ここに作る。
ここでこんな感じで野菜畑、そして果樹園、こんな感じで作っていってみましょう。これは、あとあれか、人員が足りないのか。ちょっと待って。とりあえず今ここで囲っている分は1の最初にからあった、集合住宅1をここにやっていって、はみ出した。こちら、コメント欄で教えてもらったんですが、これ、撤去した後に、ここをもう一回撤去すると、これで、塗った部分まで、削除することができる。よし。これで、あとはこっちの集合住宅2の方も作っていきたいですよね。ちょっともう少し、いろいろ形とかも、街の形とかも、こういう、とにかくつなげていくだけじゃなくて、いろいろやっていきたいところだけど、まずは最初なんで、どんなもんか、ここに作ってみましょうか。このエリアを、資材が足りない。レンガが足りない。この中途半端な、この場所に、道路から少し離れた位置に、集合住宅2が、高いな。こういう建物なんだ。ほう。今までの建物が、一軒家が並んでいるような感じでしたけど、こちらの集合住宅2の方は、完全にマンションとか、そんな感じですね。屋上で何か、作ってる。この微妙なズームが難しい。屋上で何か栽培してる、それを世話している人がいる。そしてここにバルコニーに出てる人がいますね。バルコニーで座っている人もいる。そしてこちらがさっきの屋上、こんな感じ。おお。さあ、これで、少し溜まっていったので、この辺にうわーっと資材が足りない。そしたらこっちの方にレンガ置き場作るか。このレンガ置き場が最初何も考えず作ったけど、まずこちらに粘土置き場というのがあって、ここでは粘土を取れる。で、その粘土をもとにレンガを作るんですね。これがここに作って、あとは粘土置き場も作った方がいいかな。ここに作る粘土置き場とレンガ置き場を一つずつ増やしていきます。あとはこれ40でいっぱいになっちゃうけど、これ家具工場回ってますよね。さすがにこれ木材のこれ作りすぎたか。貯木場待てよ。そしたら、こちらキャリアをもう一つ、今度この辺に作っておくか。キャリアここに作っておきましょう。さあ、これで新しいローキャルキャリアがここにできていく。そしたらこちらリーチで、街全体を終えるようにして、よし、これで、もう満タンになった。マジか。もう 100% になったぞ。これってこれ40がマックスなのかな、キャリア増やしても。グラフ40がマックスだぞ。これはもうしょうがないのか。ちょっとこれ、初めて作った街だから、いろんなところにしっちゃかめっちゃかになってるけど、もうちょっとなんか統一感を出したいですよね。さあ、これでまた新しいキャリアができて、これもまた 100% になった。マジで？そんなすぐいっぱいになる？こちら野菜畑、貯木場、そして食服工場に向かっていって家具工場がやってくる。これでもういっぱいになっちゃうんだ。これもう少したくさん売ってもいいのか？今いくつある？だいぶ溜まってるな。で、道具が相変わらず少ないと。待て。これ。こうして、これでやっていきましょう。これで取引プラスになりますよね。こっちの売る方、布とレンガと家具を20売って道具を10買う。道具はなんか増えてないけど、いいのか？よくわからん。これ道具を10買ったとしてもプラスになりますよね。これでどんどんお金を稼ぐことができる。ん？なんだこれ？ロッドオブエアポリューション。ポリューションってなんだ？ポリューション。この、アイコンから察するに、大気汚染か、これ。これ、工場が近いからかな。これ、工場を作るときに、何か、これか、これ、大気汚染、しまった、これ見てなかった。大気汚染結構あるな。ちょっと待って。マジか、これ。これって、移動とかできるのかな？撤去、移転とかはできないか？マジか。しまったな。大気汚染のこと全然見てなかった。これどうする？ここを撤去していくか、これ。
いろんなものを家とオフィスと工場を全部小さいエリアにまとめて作ったから、その弊害が出てきてしまっている。ちょっと待てよ、これお金はだいぶ増えていってますね。お金はだいぶ増えていってる。お金はだいぶ増えていっている。そして満足度も増えているけど、ちょっと街の街づくりにこれは成功しているとは言い難い。今回はこちら、取引でうまくお金を稼ぐことはできていますが、この辺の工場の近くに住んでいる人から、かなり苦情が出ているので、ちょっとこれ次回ここら辺をどうにかしましょうか。この辺に住んでいる人にはちょっとこちら撤去で立ち退きしてもらって、そしてどこかもう少し住みやすい場所に移転してもらいましょうか。あとはこちらのコートハウス、これがもう少しで作れす、もう少しで作れるというか、交易をしているせいで、このレンガがどんどん消費されてって、30個までたまらなかったんですけど、これ、作ろうと思っていたんだけど、なのでちょっとその辺もまた調整して、そして次回、このニューキリアの街をもう少し住みやすくする。で、そしてこちらの、コートハウスも作って法律も整備する。ちょっとそんな感じで、次回、この街を住みやすく大改造していってみたいと思います。それでは今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければ動画の評価をよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。それでは。